いてしまして。今日来た分だけ思い切ってね、楽しんで盛り上がって、そしてね、こっちも笑顔で帰ってもらえてもいいですね。そのため、一度の運動のドライバーが出せば、それから、さらに運動を盛り上がるかもしれません。2014オートバックススーパー GT 開幕戦、いよいよスタートです。さあどうだ、シグナル今グリーンに変わった、スタートが切られました。大島和也の横をオリベイラが狙っていくが、どうだ、ここは大島が守りました。大島、オリベイラの着て今スタートが切られました。一丸となって今1コーナーから2コーナーあたりを500のモンスターマシーンが通過していきますが、大きなコーナーは今ありませんでした。綺麗に今立ち上がっていきます。さあそして今度は GT300 クラスの隊列、今プリウスが加速を始めました。そして横には初音ミク BMW、 しかしここはプリウスか、プリウスか、プリウスか、 BMW が前に出たか、新田森生の前に片岡が、片岡が出ました、片岡が立ちました、トップに立ちました。そして3番手に高木か。さあそして GT500 クラスはエネオスの後ろにカルソニック、そしてエスロードがぴったりとつける展開になりました。おー、ミンアウトを飛ぶペトロナストムス、そしてモチュールを飛んでいく、なんとレクサス日産のエースカートを目されていたマシン2台が接触。これニスモが、ニスモがインサイド、23番がインサイドついたのに対して30番はちょっとまずいな。松田次郎が300が通れませんね。今ストップしてしまっています。これはロシターはグラベルに捕まっているところで300が来た。これはちょっと危ない、危ない、危ない状況。後ろ見えてないと危ないですね。あ、今避けた、松田次郎がちょっと今避けました。やっとエンジンがかかったんですね。あ、やっぱりこれターボエンジン再始動が難しいか。そして GTR 同士が激しい攻防、オリベイラが弾き出された。モテアマが強引に前に出ていきました。これはオリベイラ強くなりますね。さあそして今わずかに弾き出された格好のジョーパオルでオリベイラが今熱く燃えるような形で追い上げを開始。非常にお天気が不安定な岡山国際サーキット。あ、ちょっと、当たった。また少し接触か、本山と今ゲーナーの中合車の方が当たってましたね。そしてカルソニックが本山に近づいてくる。オリベイラ、まあ、こういうことなんですよね。やはりブリヂストンタイヤの方がちょい濡れの状況ではいいようです。結局あそこで300を抜ききれなかったために、あのストレートスピードが伸びなかったっていう方ですよね、はい、失速してしまったんですよね。だからもうかなり追跡つきますね。カメラにこの雨がついてきますね、はい、そうですね。もう300クラスのマシンにも追いつかれて前に出ていかれてしまっている。もうこれではちょっとこらえきれないか。この路面コンディションになってくるとレインタイヤはもうすぐボロボロになっちゃいますよね。
JP が頑張って走ってたんですけどね、モーラと当たってすごいギャップがトップと開いてしまったんで、まあ、それはちょっとラッキーだったんですけど、まあ、その後チームとして勝負に出てトヨタと違うタイヤで僕は行ったんですけど、まあ、前半そこそこ良かったんですけど、やっぱ後半ちょっと垂れて、まあ最後はね納得いくペースじゃなかったんですけど、でもまあこういうアクシデントあった時にも3位表彰台乗るってことはチームの強さが証明できてると思うし、しっかりポイントも取れたし、でアンラッキーがない時に必ず勝ってシーズンを通してチャンピオン取るのが目標なんで、まあ良かったです。皆さんの応援のおかげです。ありがとうございました。I think it's a good result to start the season with. You know, we have to think about the points straight away. You know, I mean, it was a difficult race. You know, if you look at the weather at one point, I was really thinking, wow, maybe we have to beat in to change tires. But the weather changed so quickly, and there's, you know, there was just one big cloud moving in. So, but yeah, I mean, our pace is quite similar, I think, with the Toyotas. There's a different compound on the tire as well, so we are confident that we have the right speed to win. You know, this time, I mean, there was another contact, you know, with Satoshi on lap two, but you know, it's a racing thing, and you know, luckily we both didn't pick up any damage to the car after that, so we could continue and finish third. We're going to Fuji with a positive mind, and we hope to capture the lead of the championship at that point. So we are together with Nissan. We're pushing as hard as we can. でもまずは本当にチームにお疲れ様と言いたいです。ありがとうございましたと。もう本当昨日夜にパイオニット系トラブル見つかって、チームはもう寝ずに働いて、家ホテルにも帰れない状況でネッカさんたちみんな頑張ってくれたんで、土曜日のプラクティスね、ドハマりしたところから始まって、もう本当に徐々に良くなっていって、予選決勝と走り切れて最後4位でフィニッシュできたんで、本当にチーム力で勝ち取った4位だし、僕らにできるベストリザルトだったんじゃないかなと思うんで、今回もたくさんの応援ありがとうございました。4位ってちょっと見た目には悔しい結果だったんですけど、僕らの中ではベストリザルトで、本当に全然暗い気持ちもないし、ここから先富士オートポリスと僕らにとってすごいいい先とか続きますんで、そこで大量得点、とにかく優勝を目指してこの2戦頑張ります。 Well, it's been a pretty tough weekend for all the team, B-Max, Nismo and DDP, but at the end we finished P4. It's the maximum we could get this weekend here in Okayama. It's a track that doesn't suit perfectly to the UTR, and yeah, really, we are really happy, all the team, and you know, they did an amazing job. They worked all the night on Saturday. They didn't go to the hotel last night, so they've been working nearly 36 hours now, and they proved that, you know, the team is so professional, and really happy with the result. Obviously, as a racing driver, I always want to win. Kazuki and me want to win, but it's the best we can get in Okayama, and now we have Fuji and Autopolis, which really suit the Nismo GT3 car, and that's where we will push. But it's been an amazing experience for me. First time in Okayama, fighting with the top Japanese drivers, learning about the pickup, learning about the tire condition, learning about the different track conditions. You know, there's different manufacturers on tires, and the track completely changes every lap. So yeah, really learn a lot today, and obviously the weather conditions were a big factor in all the teams, and very tricky for everyone. But as I said, happy with this result, and now let's get ready for Fuji. Well, as I always say, you know, the Japanese fans are incredible. They are so respectful, so supportive with all of us, and for me, first time in Super GT this season. Well, last year I was in Suzuka, but you know, I'm still amazed about the atmosphere, how many people come, even with these weather conditions, with this cold. It's really, really nearly snowing this morning, and absolutely amazing. I love it, and really enjoying, and can't wait for Fuji race. ファンの皆さん、応援ありがとうございました。
まずその物が壊れなかったというのは非常に、まあ、ホッとした部分ですね。やっぱり全ての新しいレギュレーションの下で全て、部品が変わっているわけで、特にパート連携が変わってますね。まあ、そういう意味でテスト中からですね、まあ、いろいろ壊れていたんで、まあ、ギリギリこのレースに、まあ、間に合ったところあるんですけど、まあ、それが壊れなかったんで、まあ、それは一つ安心材料としてあります。ただレースの結果は、12号車が3位、それから23号車が7位、46号車も10位ですかね、ワンポイント取れて、で24号車はまあちょっと番外になったんですが、ですね、正直言って十分戦えるなと、今シーズン十分戦えるなという感じがしています。いろんな判断ミスがちょっとあったりして、まあ、その判断ミスを除けばですね、十分戦闘力ありました。まあ、例を挙げると46号車もちょっと天候の判断をちょっと間違えてピットストップを余計1回やってしまったっていうのがありますね。それから23号車もまあ接触して再スタートした後ですね、トップと の, タイム差が50秒だったんですね。ところが最後にゴールした時は31秒差ということで19秒ですね、トップとのタイムを詰めたんですね。ということは十分にその、今後戦える力を我々としては確認できたということで、まあ、今回起きたようなミスを再度起きないようにしてですね、戦っていきたいと、まあ、十分、まあ結果は結果なんですけど、次戦以降ですね、いい結果が出せるんじゃないかというふうに、まあ、自信を持った次第です。 GT300 ですね、今回4位入ったんですが、去年と一昨年とですね、十分な速さを見せていながらなかなか決勝で結果出せてなかったんですね。だから我々は今年はもう速さはいいからレースで結果出すんだということで、まあ、それを目標にやってきました。で、まあ、予選は7位だったんですが決勝4位ということで、まあそのね、初戦にしてですね、その狙いはまず達成されたんで、まあ、次戦以降も決勝でちゃんと結果出すような取り組みをしていきたいと思っています。